愛知の旅公園、本日は森と小田さんと SL の愛知の旅公園、愛知の公園駅にご乗車くださいまして、ありがとうございます。
やスタッフのマスク着用など感染防止対策を行っております。お客様におかれましては車内やホームでのマスク着用にご協力をお願いいたします。Good morning everyone. Welcome aboard. This is the same plane by Fortnite and for Iceland Matsu. We hope you enjoy the same flight. This is the same plane. Thank you. Please. 次は心が踊る中田が続く最後のインドの街5線に停まります。Thank you.
ありがとうございました。まもなく心が踊る花々の咲く織物とインドの街御殿に到着いたします。お出口は左側です。御殿側では3月の出馬賞の時期に1月の桜チューリップ5月のボタン祝宴が次々に見頃を迎え街を華やかに彩ります。花の開花時期に合わせた市内観光スポット、市内の観光スポットや飲食店などを巡る御殿四花春の御殿サンプラリーも好評をいただいております。花と一緒に御殿様の美味しい茶などをぜひお楽しみください。なお、検査時間は近くになっております。お入りのお客様以外は乗車のままお待ちください。まもなく御殿に到着いたします。お出口は左側です。
夏には川遊びやバーベキューを楽しむ多くの方でにぎわいます。また定番のしている撮影スポットでもあり、たくさんのカメラマンが撮影を行っております。今日撮影する方がいらっしゃいましたら取材していただけますと幸いです。
橋駅を通過いたします。通過の際に列車が左右に揺れますので、お車のお客様や車のお車のお客様はお近くの手すりなどにお捕まえください。電気部分が上下左右に動く場合がありますので、車両の間を渡る際にはお足元にお気をつけください。
石川に止まります。これお客様にご案内いたします。乗降車のお客様ですが、大正時代に使われていた郵便ポストが設置されております。ポストに投函された郵便は毎日物語を専用の信用紙で配達されます。一旦では5号車の売店にてお買い求めいただきます。また4号車の電報車には他にも4号車のスタッフやお便り思い出のことがございます。このノートにはどなたでもホテルの旅の思い出をお書きいただきます。ホテル毎日物語号に皆様の旅の思い出を残してみてはいかがでしょうか。
が淀の港を三河に向かっていたします。お出口は右側です。右側には地で14年の小説機があります。同じにロシートであったり小枝を四方移動し昔からこの地を見守ってきました。右回りは19メートル、高さは38メートルもあります。この小説機は1927年に国の天然記念物に指定され、その姿は見るもの全てを圧倒するためくれ、なお停車時間は短くなっております。大井のお客様以外はご乗車のままお待ちください。まもなく三河です。お出口は右側です。
次の出川駅では山登りに備えて鉄道の給水と点検作業を行います。ここでどのような作業を行うのかご説明させていただきます。主な作業としてまず断水車に水を約7トン補給します。断水車には最大で17トンもの水を積むことができます。機関助手はボイラー内に石炭を投げ合っているように断水車の上で石炭の取り寄せ作業を行います。運転室の内部では石炭を燃やした後に出る灰をセールの下に落とす釜替えという作業も行われます。石炭の社員は運転に準備がないからの実践や油を取ったりした作業を行います。本日の指定の電気担当は佐藤です。
お出口は左側です。クワの高台にある麒麟山展望台は美しいクワの町並み、雄大に眺める赤野川を一望できるスポットです。展望台から眺める風景は時折より変化し、私たちの目を楽しませてくれます。なお、クワ駅では SL の整備・点検作業のため15分ほど止まります。停車時間を利用して記念撮影はいかがでしょうか。なお、線路内は大変危険です。夜勤務は建物内側でお願いいたします。また津川駅は2021年4月1日をもちまして全て禁煙とさせていただいております。ご理解とご協力をお願いいたします。まもなく津川です。お出口は左側です。
後ろ側を向きます。上付けのお客様ご注意ください。
化を機に整理券をお持ちの方のみのご利用とさせていただいております。これより本部の店舗駐車場利用ご利用の第4回第5回の整理券を開始いたします。ご希望されるお客様は4号車の店舗駐車で整理券をお受け取りください。なお整理券は1名様につき1万円までとさせていただき、なくなり次第開始終了とさせていただきます。あらかじめご了承ください。次は七色の指摘が日本一美しい指摘など全屋に止まります。
能一寿司切り里梅屋に到着いたします。お出口は右側です。SL 前島の渡り号の汽笛は沿線の皆様に大変親しまれております。梅屋で聞こえる汽笛は季節や天候によって色とりどりに姿勢を変え、難関にこだまして心に響きます。皆様も美しい自然を楽しみながら梅屋で日本一の汽笛を堪能されてはいかがでしょうか。停車時間が短くなっております。降りのお客様以外はご乗車のままお待ちください。まもなく伊勢屋です。お出口は右側です。
車掌による4号車の展望車の消毒を行います。4号車でお楽しみのお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、消毒が終わるまでご自分の席にお戻りください。なお消毒作業中も4号車はお通り抜けいただきます。皆様のご協力をお願いいたします。
あ、そうそう、これこれこれ。あ、ありがとうございます。これ昨日か帰りでも。あ、ありがとうございます。こちらお一つです。4400円。一つです。こちらこれもご用意してるんですが、ご利用さん。あ、取りください。はい。
様にお知らせいたします。大変お待たせいたしました。4号車の展望車で行っておりました消毒作業が終了いたしました。続き SL の旅をお楽しみください。ご協力ありがとうございました。
Thank you.
ありがとうございました。まもなく霊源新たな信仰の里と野沢に到着いたします。お出口の右側です。西会津町野沢は古くから会津の信仰の里として知られ、一生に一度はどんな願いも生きていたという親の手続きや公民館会津の関係の人など万が一だったら会津黒い三冠堂の一つ古良い観光があり、高速参拝者がお越しを訪れます。なお停車時間が短くなっております。お一人お客様以外はご乗車のままお待ちください。まもなく野沢です。お出口は右側です。
センター観光名所大和に止まります。
は大和そばが有名です。麺が細く口が強い大和そばは本来の通り味わいを感じるために先生とは沈むにそばを一緒に食べる牛そばというメニューがあります。全国のそば通が通うそばの大和も皆様もぜひお楽しみください。大和駅では SL の整備点検作業のため10分ほど止まります。停車時間を利用して記念撮影はいかがでしょうか。なお大和駅は2021年2月1日をもちまして全て禁煙とさせていただいております。ご理解とご協力をお願いいたします。発車時刻は12時50分です。お乗り遅れなさいませんようお気をつけください。またお席を離れる際には非常にお持ちくださいますようお願いいたします。お出口は左側です。では SL の整備点検作業のため10分ほど止まります。発車時刻は12時50分です。お乗り遅れなさいませんよう気をつけください。また窓を開けることのできる座席にお座りのお客様は大和駅の停車中に窓開けによる換気にご協力をお願いいたします。ただお手数をお聞きいたしました。発車の際には窓を閉めください。
ました。まもなく発車いたします。ご乗車のままお待ちください。これはグリーン席に乗らないと記念乗車券もらえない。あ、そうなんですか。
初めて知った。いいですね。だから俺これいっぱい持ってる。6回も。そうなんですか。すごい。
ました。まもなく色とりどりの花が咲き誇る花の町、北方に到着いたします。お出口は左側です。北方は多くの花が咲き誇る花の名所です。5月の中旬からは三の倉高原の花の畑、6月にはスベニードで空気加減に花を連れてくメサユリや初夏の到来を告げる朱色の蓮華ツツジ、9月下旬から8月初旬にかけては山吹色に輝く日光キツツジが見頃を迎えます。9月には姫さゆり祭りが開催されております。5000円だったかな、5000円だったかな。
全車指定席のため、乗車には乗車券のほかにお一人様530円の指定席券が必要です。指定席券をお持ちのお客様には車掌が車内で発売いたします。車掌がお近くを取りましたらお願いください。Thank you.
白川に到着いたします。お出口は左側です。白川には駅台アウトの開発地の崩落してあった須田馬公園があります。近くに200本もの電車が停止しているのが残り、左には3万6000カムロ花勝負が起こります。近年は大金駅の設置や線路の整備が進み、品物からお年寄りまで取り締めて応援されております。なお、停車時間が近くなっております。森の鉄道以外は乗車のままお待ちください。まもなく潮川です。出口は左側です。Thank you.
町田から
周遊バス高部へと相変わらずをご利用いただくと続いて詳しくは会津若松駅係員または観光案内所にお尋ねください。この列車は2番線に到着いたします。お出口は右側です。この列車はお客様が降りられますと帰りの準備のためにすぐに移動いたします。お忘れ物なさいませんようお知らせをしてお待ちください。お乗り換えのお客様、前津大線、快速会津4号、郡山行きは1番線から14時13分です。その後、普通列車の郡山行きは1番線から15時5分です。愛知鉄道快速リレー140号、愛知田島行きは5番線から13時54分です。本日の SL の旅はいかがだったでしょうか。SL バレットワンアタリ号は土曜日、日曜日を中心に毎週運行を行っております。皆様のまたのご乗車をスタッフ一同お待ちしております。天気予報定期バレットワンアタリ VR 金庫は通信アンサーミニアチェイン。それでは皆様行ってらっしゃいませ。ご乗車ありがとうございました。会津若松です。